買い物しようと街まで出かけない。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。絶対にビビらない学校だったこの話パート21の方をやっていきたいと思います。いよいよ4週目かな、4週目の新井くんからやっていきたいと思います。結構続いてますね、頑張ってますね。僕の割には続いてる企画ではないでしょうか。それでは行きましょう。ちょもね、前回のちょっと人形の話がちょっと結構怖かったというかグロかったので、ちょっとグロくない話を聞きたいですね。突然ですが、呪縛霊って知っていますか？浮かばれない霊が成仏できずにその場に居ついてしまうことを呪縛霊と言うんですよ。例えばよく呪われた家とかにあるでしょう。その家に住んでいる人は何も心当たりがないのに霊に悩まされてしまう。夜中に泣き声かな、夜中に泣き声が聞こえたり、誰もいないはずの部屋で足音や物音が聞こえてくる。そのうち家族の誰かが病気になったり、突然の不幸になったり、ついには死んでしまうことさえある。本当かよ。それで引っ越しをすると、今までの出来事がまるで嘘のようになくなってしまうと。要は自分が呪われてないのに勝手になんか誰かの恨みを買ってしまうみたいな、そんな感じですね。そしてその人がいなくなれば、また次にやってくる人をただじっと待っている。なんだよ、生前深い恨みを持ったまま死んだ人が呪縛霊になる場合が多いと言われています。もっとも人ばかりでなく動物や自然的な力が作用するのもあるらしいですけど、呪縛霊を消すにはお祓いをするのが一番なんですけど、中にはお祓いではどうすることもできない強力なものもあるんです。そういう場所はもうただ放っておくしかありません。誰も手出しをすることはできないわけですからね。まあそうだな、なんかたまに工事現場で壊す、その建物を壊そうとしたら事故が多発するみたいなこともありますからね。で、僕たちの学校にもそういう場所があるの知ってます？旧社屋？旧社屋って会社みたいだけど。その場所に行くとなぜか転んでしまうんですよ。しかも骨折したり、ひどく腫れ上がったり、ただ転ぶだけなのに手や足に大怪我するんですよ。別にねじったわけでもなく、そこにくぼみが出っ張りあるが、もう神々やな今日な。それなのでそういう事故が絶えないんです。そういう場所はやっぱり呪縛霊がいるんじゃないかなと僕はそう思うんです。なるほど、人形じゃないんだな。もっともそういう事故があったといっても、もう20年前以上の話なんですけどね。今はそういうことは起きません。いえ、起きないからといって呪縛霊がいなくなったわけではないんです。ややこしいな。今もちゃんとそこにいるんですよ見えるんかこいつでも事故は起きなくなった。なぜだと思いますか？気まぐれな霊なので今は眠っている。それにしよう。霊なんてものは気まぐれなものだったんですね。いや受け入れていくんじゃねえよ。ちょっと一休みですか。いい気なもんです。あ、ちょっと不謹慎でしたが、当時の先生はね、事故がよく起きることを見て見るふりをしていたんです。それからも何件か事故があったそうなんですが、大事故に大事に至らなかったこともあったからなんでしょうか。それはもう生徒の方があそこには近づかない方がいいって気をつけていったせいもあると思うんですけどね。そのうちその場所で事故がなぜか起きなくなってしまったからなんですよ。いえ、事故は起きなくなったんじゃなくて、僕たちが何も知らないだけなのかもしれません。そしてそのことを知っている生徒や先生は卒業転勤でいなくなってしまった。まあそういう、それはあるだろうね、うん、やっぱ学校って人が流動的に動くとこだから分からなくなったりもするでしょう。でも今もし眠っていると仮定したら、いつ起きてしまうことでしょう。まあ確かに、いえ、ひょっとしたら僕たちが気づいてないうちにもうとっくにその眠りから解放されているのかもしれない。でもさっきからなんかひょっとしたらひょっとしたらでも全然話がふわふわしてるわマジで。ちょっと最近小耳に挟むんですよ。え、その場所ですか？今ではほらその窓から見えるでしょう。銅像が面白そう。ええ、銅像もそうなんですけどね。最初は銅像を置くにはあまりにも目立たない場所だったので、校門の横に移動したんです。いつも登校するときに見てるじゃないですか。それでその後に作ったものがあるんですがね。え、どういうこと？
ああ、銅像置いてる、移動したとこに、なんかついたってことか。じゃあもうこれじゃない？驚きました。そうです。焼却炉なんです。なんでそんなものを作ったんでしょうね。そしてこの話を知っていましたか？なんか全然わかんない。なんか話が飛び飛びでよくわかんないんだけど。当時2年生だった神谷真由子さんは、校内でも指折りの美人でした。やはり現代校というのでしょうか。自分のウェイトコントロールにちょっとうるさかったんですよ。なんか横文字使うな、お前顔の割によ。ダイエットなんて当たり前でした。マイコって本当に小食よね。あなたたちも少しは気にしないとそのうちブーちゃんになっちゃうよ。細田に。これ細田に言ってますからね、完全に。いいんですよ。私たちは育ち盛りなんですから。ねえだ。なんてふざけたりしていました。しょうもないな。面白くねえな、お前ら。美人かもしれないけど絶対面白くねえわ、こいつ。そんなある日、体育の時間でしたか。彼女はちょっと足の痛みを訴えて保健室に連れて行かれたのです。大変、これは骨折の症状だわ。早く病院に行って手当てしないと。でもただ走ってただけで骨折なんかするもんですか。完全に栄養不足だな、これ。担任の先生にはちゃんと伝えておきますから、私と一緒にすぐ病院に行きましょう。保健の先生に連れられて、病院でレントゲンを取りました。やはり骨折とのことで手当てを受け、保健の先生と一緒に医者の話を聞いたんです。普通の骨折というのは外部から強い力が加えられて骨が折れてしまうことを言うんです。ですが彼女の骨折はそれではなく、骨が非常に脆くなって折れてしまうものだったんです。やっぱり栄養失調じゃん。最近は彼女のように若い人によく見られる症状なんでしょう。でしゅ。骨粗鬆症な？ああ、言ってみろお前ら、絶対噛むから。まだ17歳の少女の体を蝕んでいたんですね。かなり重度だったそうです。ダイエットをしてたせいなんでしょう。17歳と言ったらまだ育ち盛りだったのに、無理なダイエットがたたったんです。当たってたんか。例でも何でもないやんけ、そんなの。ああ。え？これあれか？生理的なやつか？え？やばいじゃん、それ。入院だろ、それは。しかし、長年の蓄積された結果です。そう簡単に良くなるはずもありません。日増しに顔のシミやシワも増えていくような気がしてなりません。今朝もブラッシングの時、髪がごっそり抜け落ちてしまう。それはおかしくない？さすがに。LINE が来た。日増しに顔のシミやシワも増えていくような気がしてなりません。今朝もブラッシングの時に髪の毛がごっそり抜けてしまいました。私は一体これからどうなってしまうのかしら。そんなことなくない？さすがに栄養失調じゃ。そしてある日、病院を抜け出して、彼女はきちんと制服に着替え学校に向かいました。校門をくぐりしばらく歩くと向こうから誰かが歩いていきます。これ話変わるのかな？まあ、女子生徒でしょ。あらみんな久しぶりね。同級生でした。まゆみどうしたの？驚くのも無理ありません。前の面影は見る影もなく、思わず目を背けてしまいました。みんなに会いたくて寂しいのよ。差し出された手だけを見ると、爪は白く割れ、シミとシワが寄ってとても17歳の手には見えませんでした。綺麗な髪ね、触らせて。どうしたと思います？彼女、同級生の髪をか、めちゃめちゃおかしくなってるじゃん、これ。突然どうしたんだよ。それ病院が悪かったのかっていうことは。ショックで気絶している同級生の足をつかむと、脇に見るまだ熱い焼却炉に。いや、ちょっと超展開すぎてよ。はちゃめちゃじゃねえかよ、もう。
髪剥がした後に焼却炉に放り込むってもう正気じゃねえな。それからマユコは行方知れずになってしまったそうです。その後その焼却炉に火傷する生徒が多発して危ないとのことで、今は用務員さんしか近づかないそうです。さあ僕の話はこれで終わりです。次はどの手ですか。いやちょっとマジで、そうさ、トップバッターだからってこんないい加減な話していいわけねえだろ。そもそもその焼却炉が岩つきつきになるとかならないとかじゃなくて、その女の子が髪剥がして焼却炉にぶっ込むって、もうイカれた話じゃねえか、そんな。まあ、怖いとかじゃなくて、もう尻滅裂な話だわ、もうそんなの。納得いかねえ。ま、次は、三つ浦の話からやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いや、納得いかねえな、でも。まあ。さすが学校はって感じですね。